本当すみません、立ち見の方こんなにたくさんいらっしゃってもう申し訳なくて。栗崎サンダーロードが、80年に、撮られた後東映でブローアップされて、上映されるわけですけども、その前にちょっと言いにくいことなのかもしれませんけども、高校大パニック事件っていうのがありましたよね、はい、76年に8ミリ版王冠とか撮られてからそれに着目した日活が、78年に沢田幸宏監督と共同監督という形で、劇映画に、まあ、当時21歳でしたので、そうか、若いな。大学の2年生か3年生、20歳から21歳ぐらいの間だったんで、ちょっとありえませんよね、今でも。そうですね、だから何にもやっぱり世間知らずで、はい、その自分が撮ったなっていうか、うん、よっしゃーって感じだったんで、これプレイボーイ、プレイボーイできっちり浅野温子が、まあ、あの映画出てるわけですが、ちゃんとピンナップもらってるわけですが、そこでですね、ニューススペシャル、高校大パニックが初めから35ミリになって改めて考えちゃったオイラのパニックってこう日活版のポスターの前でですね、これがすごいんですよ、おっしゃってるのが締めないでください。もう一緒に組まれてますよね、小林芳則さん。あ、そうです、そうです、あの時もちょっと低下してもらって、はい、逆転者家族ですね、逆転者家族で、はい、はい、あ、というわけで小波さんとは割とその通じ合うものがあったと。そうですね、仁義の墓場とかも書いてらっしゃる、はい、小林芳則さんにお願いしたのは私なんですけど、はい、私が考えてたのは、金属バットを持った少年とそのがお父さんを殺しに行ったら、うん、お父さんはそのゴルフパッドかなんかをこう隠してて反撃してそれでまあものすごい戦いになるっていう、はいはい、そういうやっぱりシンプルな、なるほど、でそこに家族の視点っていうのを入れたのは例えば小林さんだったり、うん、まあ、長谷川監督だった、うん、本当はね、逆噴射家族以来のコメディーなんですよね、新作が。あ、そうですね、そう言っていいですよね、コメディーと。その劇場で公開されるまあエレクトリックドラゴンとかもコメディーと言えば知れないんですけど、純粋にまあコメディ、まあ、今度に来てるものになるのかもコメディですかね、まあコメディか、いやコメディだと思います、コメディでもある、まあ、もう本当に始終笑ってましたけどずっと、うん、これは暴動の映画ではない、映画の暴動だっていうのが今でもこの爆裂都市をという映画の名前を思い出すと思い出すんですが、これはまさに暴動だと、映画の暴動だというふうに今は見直しても思いますけどもね、まあ、凄まじい、勝ってない映画を撮りたかった、うん、しかし自分たちのできることでっていう、うん、その志はすごかったんですけど、うん、もう自分の中では本当に戦艦ポチョムキンとか、はいはいはい、あとナポレオンってすごい映画好きなんですよ、アベルガンス、アベルガンス、うん、坂本淳二監督がその時美術で美術助手で入ってくれて、はい、で結局最後は、まあ、私も編集助手として一緒にやってくれたんだけど、2ヶ月ぐらい泊まり込んであちこち、うん、何が何だか分からないような状態になって、やってもやっても終わらないっていうことで、それでまあそのリミットが来て、はい、うん、で無理やりなんかもうそのどうほとんど記憶にないんですけど、あ、確かに途中から崩壊するんですよね、物語がね、綺麗さっぱり本当に暴動になるんですけど、映画自体がそれはまあもともとそうしたかったんですけど、でも物語がねちょっとどっか行っちゃったりもするんですけれども、それがねなんかものすごくパワフルで、それで繰り返し見ちゃうんですよ、当時もあれはみんな中毒性があるんですよね、あの映画生きてるものがいないのかっていうのは基本的にはオールオーディションでございまして、ね、はい、今日は実は出演している津田君、魚さんはどこに行ったんですか、ね、魚さん、魚さんちょっと立ってください、あ、魚さん、今日出演者の魚さんが今日来てくれてます。あ予告編でちらっと出てたと思うんですけど、染谷君はもう9歳から実は映画スクリーンしてるんですね、うん、はい、で彼はだから映画に関してはまだ20歳なんですけども、なんかめちゃくちゃ映画の世界に精通してますよね、これもう、はい、なんか作る方に回りたいと思うんですけど、石井さんが染谷君をなんかこう惚れ込んだっていうか選んだ、いやこれはもう何回も言ってますけど、そのパンドラの箱っていう映画を見させていただいて、そのクローズアップ力って言いますか、映画俳優である方に、まあ、非常に求められる力だと思うんですけど、
私そういうクローズアップに力ある俳優さんがすごく好きなので、これが私絶対あの皆さんに言いたいんですけど、映画でしかできないことということは、スクリーンで見て初めてその何言いますか、あのその全情報が伝わるっていうものを DVD で見てしまったら損したっていうことを、まあ私本当にあの面白い映画見るとそう思うんで、これはスクリーンで見たかったっていう、そうですね、はい、そういうものを目指してこれからも、はい、一つよろしくお願いしたいと思います。